はい、おはようございます。今回はイングリッキーでございます。番が回ってきました。私の番が、今回のミッションは日中にアオリイカを3倍上げろという3倍。だからどんどん上がってきてない、難易度が。もう絶対罰ゲームさせる気満々ですもんね。で、日中っていうことでね、今ちょうどこう見てわかるように明るくなってきております。はい、もうこれ OK でしょ、今からは。したらやっていきたいと思います。エンギグリッキー頑張るぞ。はい、ポイント入ってきました。まだ一応朝間詰めの時間帯なんで、ここでいっぱい打ちたいな。頑張っていきたいと思います。意外そうでしょ、うん、とりあえず勝負を決めたいんで、早めに1投目2投目って大事っすよね。釣れる時ってやっぱそこなんすよね。そこのね、ちょっと何か所かあるセーラー辺にね、ついてるやついないかなと思って今投げてます。2023年9月27日中潮、6時11分日の出、現在7時。朝間詰めのタイミングにベイト捕食のアオリイカを狙ったエギング長子。次はちょっと湾内の方に調査したいと思います。サクサク移動していきたいと思いますよ。今日はスイムもなしか。来て移動するかな。どうしようかな。よなし。エディングニッチ。次のポイント来ました。ここはね、潮通しが良くてね、向こう側が潮が入ってきて、ここら辺に溜まってるのを捕まえていこうかなというイメージでございます。いっぱいちょっと捕まえておきたいかな。もういい加減。焦ってくるのよ。このまま昼とか行ったらもうダイバーするからね。午前中にまず1、2杯あげたよ。はい、ポイント移動してきました。ここはね、漁港、結構デカめの漁港ですね。やばいな、罰ゲーム通りに浮かんできたもんな。マジやってて、しかもこの企画ダメでした、罰ゲームしました、はい次じゃないんですよ。できるまで罰ゲームしながらやり続けなきゃいけないんですよね。3倍は辛いな。買おうかな。はい、どうもお疲れ様です。全然ダメです。なんこれ、どこ行ったイカということでね、初罰ゲームでございます。説明させてもらうと、こんな風に封筒が3枚あります。この中に色紙が入ってるらしいんですよね。で、その色紙に対応した小学校の時に作ったようなやつが3つあるんですよね。で、その中に罰ゲームの内容が書いてるということなんで、今からね、選んでいきたいと思います。どれ選ぶかな。これ何色でしょうか。青。薄いな、なんか嫌な予感。手紙が入ってるって書いてたので、手紙の方も読んでいきたいと思います。背景、メンバー様へ。長子お疲れ様でした。ミッションをクリアできなかった、今のお気持ちはどうでしょうか。見ている人は失笑していることでしょう。悔しい気持ちが込み上げている今、罰ゲームをご用意いたしました。いらんわ。これはあなたの悔しさゲージを測る電流メジャーです。両手いっぱいにメジャーを伸ばして思いを述べてください。これですね、電流メジャーって。もう分かるよね、名前で。これ電気が流れるやつでしょ、もう。マジやとけど。これどの瞬間食ったかもわからんしな。伸ばした時かな。3メーターって書いてるよ。でも3メーターどこ。れじゃあとりあえずやってみたいと思います。電流メジャー、罰ゲームスタート。怖か怖か。あ、いった。だ、こんな早くった。全然伸ばしてなんだけど。ちくしょー。エギング日記。はい、おはようございます。エギング日記2日目でございます。1回目はね、
ズタボロでした。一杯も釣れない状態だったんでね。今日こそは3杯やってやりますよ。もうすごい顔がもうパンパンしてる。もうはい、ポイント到着しました。今日はね、外海メインでやっていきたいと思うんですけどね、見てこうテンション上がる。もう墨跡、もうテンション上がるわ。これちらほらありますね。よし、ということでね、打っていきたいと思います。何回行こうかな。マズメオレンジ行ってみる。マズメオレンジ3号ダートマスターですね。1投目とかね、大事だからね。来るとき大体1投目だから。今ね、満潮前です。大潮、満潮前、いい時間帯よ。23年9月29日大潮、6時19分満潮、現在6時。朝マズメのタイミングに回遊するアオリイカを狙ったエギング釣行。今の時間はね、すごい涼しいんですよね。9時ぐらいに来て地獄の始まるけどな。暑いし釣れんし、まあ、修行やったもんな、本当本前は。今日はね、本当早めの一杯。反応ないなぁ。朝マズメのね、この時間帯がほんと大事。ここでいっぱいよ。もう嫌だからね、罰ゲームも。ちょうどね、今潮止まりなんで、ちょっとシャローで遊んでみようかな。あさあさ、よったー、やっと来た。ちっちゃいけど嬉しい。釣れましたよ、やっと。嬉しいよね。うん、いいじゃない、いいじゃない。いっぱいはいっぱいよ。あ、ちょうどいいとこに引っかかってございます。いいね、嬉しい。よかった、まずいっぱいクリア。オッケー、よかった。来て、ちょっと浅めに。よかった、嬉しい。釣れたエギはね、山下のいつものもう鉄板でしょ、これは。村地の3号でございますね。あと2杯、あと2杯頑張ろう。もう続けてバンバン行きましょう。初日と違ってもう希望が出てきたぞ。もう1杯ぐらい釣れればな。もう全然気持ち楽かとけどな。チュチュン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 。うわー、今持ってったろ絶対。来い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 。ふわー持ってったけどな、ちっちゃかったかな。うわー楽しいわー。これも触ったね、なんかね、魚かな今とは。どうやろうか。来た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 来ました、来ましたよ。2杯目今んといかやったね、嬉しかね。来たよ。あ、え、バレた。嘘嘘でしょ。え、バレたし、来て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 、お願い、もう一回来て。嘘でしょ、辛いって。あ、切れた。うわ、嘘。つらい、マント、マジで。うわ、エビングリップ磯場の方に入ってきましたね。あと2杯ちょっとね、シャロの方から攻めていこうかなと思います。昼までね、12時まであと2時間。それまでにリーチかけたいので、すぐ寝掛かりするとこなんだ。気をつけないと。持ってくるやつもおらんね。
そうですか。2杯目ですね。さっきの2杯目釣れたのがね、謎マスター3号日中ピンクですね。システムからあと1本リーチ。よっしゃやった。ラーメン食える。ラーメン食べてるのが一番嬉しいのよ。ほんとエビングリップ。はい、ちょっとね遊んでいきたいと思います。リップライン用のシンカーですね。 20g を 3.55 につけて投げてみたいと思います。流れが早いんですよ。ここもう普通に投げてもね、もうエグすぎるから。ヒップライン用のシンカーつけたんすけど、ひどいのよ流され方が。見る？ちょっと見とってね。すごいから。 20g よこれ、ね、はい、行きましたね。で、隠れでしょ。ほらひどいの。ほら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 、見て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 、ひどいから。これもう流されてるから、すごい。あ、切れた。焦りすぎた。すいません。真剣にやります。あ、やばい。緊急事態。風がね、強くなってね、風向きも変わって、冬真面目で狙いたかった場所が打てない。やばいな、これ。どうしよう。ここまで来て罰ゲームとかマジややし。ちょっとね、またいろいろ考えながらやっていきたいと思います。はい、やばいです。あと1時間半ぐらいで多分日没です。もうここで上げるしかない。何しよってやろ、これ。なんで遊んだのかな、あんな。時刻。やばい。助けて。あと一杯か、こんな遠いと思わやったな。30分あるかな。やばい。罰ゲームしたくない、ここまで来て。釣れないの。釣らせて。はい、お疲れ様でーす。結果から言ったら、すいません。3杯ぶりでした。辛い、これは。あといっぱいよ。しかも午前中行けたから。バラさなかったら、泣きそう。また罰ゲームの方、やっていきたいと思います。もともと3枚あったんですけど、1回目はしましたんで、あと2枚です。で、色紙が入ってるんで、その色紙に対応した袋を開けろと。その中に指示が入ってるっていうことですね。はい、じゃあ開けていきたいと思います。どっちかな。こっち。あ、緑ですね。怖い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 。何これ何これ。テレビのかなんだけど、何これ、何これ、え、何これ、見えます、手紙。じゃあ読みます。聴講お疲れ様でした。今回は選んだポイントを間違えて釣果を出せなかったみたいですね。移動で足も棒になっていることでしょう。これはあなたの足を癒してくれる足つぼマットです。15センチずつゆっくり進むことで足の疲れを癒してくれます。これを往復して次の釣果に歩みを進めていきましょう。いらんやろ、家で休むし。じゃあですね、今から罰ゲームの方していきたいと思います、はい、今回行けなかったけど痛い。行けなかったけど上運頑張ったなと思った方は高評価。痛い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 。グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。そしたらバイバイ。痛い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 。
うん。